皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、料理を作っていこうと思います。福岡に一人で住むようになって、車椅子になってから初めて料理をするようになりました。まあ、でも怪我する前からも別に料理をしていたわけではなくて、本当に料理自体が初心者なので大したものは作れないんですが、まあ、車椅子ならではでね、大変なこととかを見せていきながら、まずは今日は、初めて撮影するのに初めてこのカットトマトを使ったミネストローネを作っていきたいと思います。イエーイ。はい、じゃあやっていきましょう。ね、この大テーブルなんですけど、テーブル違うな、台所、うん、なんていうの、まあ、この高さですね、キッチンの高さなんですけど、見ての通り、まあ別に車椅子でも何でもないので、こんな感じで私のちょうど脇の下くらいがね、台の高さになります。なのでこう切るときとか結構大変だし、この足がある分近づくことっていうのも難しいです。じゃあその中でどう作っていくのかなんですが、今日はミネストローネということで、基本的にレシピはもうネットを参考にしながらしか私は作れないので、ちょくちょく見ていこうと思います。じゃあまず切るものですね。はい、今回の材料としてはウインナーと、あと、まあ、このレシピにはなかったんですけど、私が追加でベーコンと、あと分かったね、じゃがいもさんと人参さん、まあ、全部は使わないんだろうね、人参さんと、はい、玉ねぎさんですね。で、ごめんなさい、ミネストローネを作る前に、私はいつもお味噌汁に毎朝みょうがを入れてるんですが、みょうがのその在庫が切れたので、これからちょっとみょうがを先に切っていこうと思いますね。包丁、この私はちっちゃいのでやっていきますね。本当料理初心者なので手際は全く良くないんです。なんかどうやったら手際良くなるんだろう。みょうがが切れました。これを毎朝お味噌汁にちょっとずつ入れて食べてますね。まあ、こんな感じでまずみょうが切りましたが、みょうがはまだ柔らかいからいいんですけど、硬いもの切るときとかほんと大変なので、切れやすいね包丁を使うようにしてます。こちらは刃物の町燕三条がからの燕三条の会社さんが作ってる包丁です。はい、このさ、最近熊本県産のこの人参買うんだけど、全然皮がさないんだよね。ないってわけじゃないけど、すごい綺麗でさ、なんか皮むかなくてもいいような人参さんなんだよな。ライス状、ダイス状って出てくるんだろう。ダイス状、1センチくらいのダイス状。あー硬い。1センチくらいのダイス状、このくらいかな、こうかな。
1センチくらいのダイス状、こんな感じ。玉ねぎ、玉ねぎもダイス状。ダイス状、玉ねぎのダイス状。まず半分でしょ。半分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 。こうして。じゃがいも、さすがにこれは皮を剥く。まあ若干ね、皮なんて残っててもいいんですよ、基本的には。具材が全部切り終わりました。あー頑張った。よいしょ。上にね、換気扇があるわけですよ。よいしょ。こうやって上に換気扇があって、ボタンが届かないですよね。ボタンが届かないので、いつもこうやってお盆とかでえいっつけていきまーす。お盆でね。はい、じゃあ換気扇の音がうるさくなってはいくけど、やっていこうと思います。ニンニク、オリーブオイルは本当は先に敷かなきゃいけなかったけど、後入れです。後入れ、後入れ。オリーブオイルいっぱい。ヘラっちゅうものがなかった。箸、いつも菜箸でやってるからヘラがない。ポンか。どうせ後でからお玉使うので、お玉で。もう結構具沢山にしてしまったが、果たしてホール缶1個で味が決まるのかが謎になってきちゃった。これさ、おいのやつはIH だからいいんだけど、普通のコンロのやつだと、ガスだと火がさ近くて、多分やけどのリスクがすごいあるんだよね。だから車椅子の人とかは IH の方がいいと思いますね、やっぱり。まあ料理好きの人には IH 嫌なんだろうけど、はい、ウォーターサーバーから持ってきます。調味料、コンソメキューブがありません。
コンソメキューブがなくて、これなんだよね。何個になるんだろう。1個は 5g です。マスコンソメで大さじ1で12。じゃあ大さじ2でいいんだ。大さじ2。ハーブソルト小さじ1。ハーブソルトがよくわからないから、スパイスソルトがあるのでスパイスソルトを入れたいと思います。全然違うだろうけど、はい、わかんない、適当。砂糖大さじ1、ブラックペッパー適量、粗挽き胡椒漬けなので、おりゃ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 、砂糖はこのとうきび、砂糖きびの砂糖です。もうカチカチ、私の記憶では小学校の頃に ABC とかローマ字の、マカロニが入ってた記憶があるんだよね。なのでもうこれも入れちゃいます。半分くらい、あとは10分煮て、その後にトマト缶を入れて20分煮ます。はい、はい、じゃあ最後カットトマトの缶を入れていきたいと思います。今回はトップバリューさんのグリーンアイのオーガニックカットトマトにしてみました。はい、なんとなくオーガニックって書いてあればいいかなみたいな。これちょっと、はい、入れていきます。弱火で、あとはまたもうちょっとトロトロになるまでコトコトして終わりです。じゃあある程度煮込んだので、どんな感じか見てみましょう。よいしょっと、初ミネストローネさん、いきますよ。オープン。あらー、いい感じじゃないですか。ちょっと水分が飛んでトロトロと、まあ明日も食べるんでね、これは明日も明後日も食べなきゃいけないんでね、結構量ありますけど、はい、できました、ミネストローネ。はい、こんな感じで車椅子で料理してみたでした。もっとうまくなれるように頑張りますということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。